撮った映像を編集したいときは、まず編集ソフトでコンピューターの中に取り込まなければなりません。使うソフトはいろいろありますが、基本的に操作は一緒です。でも今回は特別に iMovie と Final Cut でどうやるのかお見せします。じゃあまず最初にカメラとケーブルを用意します。使うケーブルは基本的にカメラについてくるので、それを使いましょう。今回の場合はFirewireケーブルを使っています。ケーブルを接続するときはカメラの電源は切っておきましょう。そして撮りたいビデオをカメラの中に入れておきましょう。接続が終わったらカメラをビデオモードにしてつけます。そして iMovie を開いてください。 iMovie の中ではこのカメラのボタンをクリックしてください。そしたらこのようなウィンドウが開きます。この場合メモリーベースのカメラが接続されているので、このように見えるはずです。映像を一つクリックして再生してみましょう。いいですね。いつでも準備ができたらインポートオールを押して映像を取り込みましょう。ファイナルカットの中ではファイル、そしてログ&キャプチャー、またはログ&トランスファーをクリックします。今回の場合はログ&キャプチャーです。そしたらこのようなウィンドウが開くはずです。ファイナルカットの中ではどんな風に取り込みたいか、いろいろセッティングもできます。カメラがちゃんと接続されていたらここで映像が見れるはずです。あとはキャプチャーナウを押して映像を取り入れましょう。映像を取り込んでいる間は待つだけです。そして終えたかったらキーボードのエスケープを押して終えましょう。以上です。これであなたもどうやって映像をコンピューターの中に取り込むのか分かりましたね。ちなみにFinal Cutの使い方を知りたい人は他のチャンネルもご覧ください。